ノクターン号ノクターン号ノクターン号は、神奈川県横浜市、東京都23区と青森県弘前市、五所川原市とを結ぶ夜行高速バス。1986年12月26日、運行開始。弘前と盛岡を結ぶ高速バス、ヨーデル号の利用状況が好調であったが、利用者の60%が弘前から東京への流動で占められていることが判明した。 当時、東北新幹線は森岡駅が終点だった。このため、広南バスでは東京へ直行するバスにも需要が認められると判断、夜行バスの新規路線運行計画を立案した。共同運行事業者として、それまで規制バスの運行支援などで実績のあった京浜急行電鉄を選ぶことになった。当初は採算性を疑問視するバス会社が多く、 当事者である、広島南バスと京浜急行電鉄も需要に不安はあった。その後、横浜線の新設や五所川原への延伸、スーパーシートの設定など、積極的に施策が講じられている。2002年10月より、中高便のスカイターン号を新設したが、利用低迷により2006年9月に、青森上野号に統合する形で廃止されている。 2020年10月1日現在。反例乗車のみ取り扱い、降車のみ取り扱い、通過または経由せず、休憩の区ンを品川バスターミナルで並ぶ、京急車と広南車原則として乗車日の1ヶ月1日前より、京浜急行バスの各窓口、ルトラン神大家、ルトラン横須賀中央、広南バスと広南観光の各窓口、 JTB など主要旅行会社で受け付ける。ありがとうございます。